皆さんこんにちは。私たちドラキテチャンネルでは次の休日に行きたい旅行をテーマにおすすめの国内旅行をご紹介しています。前回に引き続き東京発一泊二日の旅として長野県の上高地で紅葉を楽しむ旅行をご紹介しています。第7回目の今回は上高地特集の最終回として公共交通機関で行く場合を想定した1泊2日のモデルコースをご紹介。前回同様にモデルコースからホテルやレンタカーを見つけられる私たちのウェブサイトのスクリーンショットを使って解説をします。早速見ていきましょう。まず1日目、松本を観光します。1日目の過ごし方は前回ご紹介したマイカーレンタカーのコースと同じです。詳細はそちらをご覧いただきたいのですが、流れをおさらいしておきましょう。松本駅に着いたら駅前でランチをして松本城を散策します。この日はこのまま松本で一泊しましょう。詳細は前回の動画をご覧くださいね。さて2日目、ここからは公共交通機関を使って松本から上高地を目指します。以前の動画でご紹介した通り、通常の経路が一部通行止めになっており、この動画で紹介するルートが最新のルートとなっています。ちょっとややこしいですが、しっかりとついてきてください。この時刻表の緑で囲った瓶を使って新島島駅を目指します。まず松本駅の西口から8時31分発のバスに乗り、8時39分に渚駅の臨時バス停に到着です。ここからバスから電車に乗り換えます。渚駅へ向かうと8時44分に電車が来ますので、それに乗りましょう。電車は9時12分に新島島駅に到着します。これで先ほどご覧いただいた時刻表のこの緑の部分をクリアしたことになりますよ。上高地まではもう一駅、話がややこしいですが、ここから先は別の時刻表を使います。今新島島駅までたどり着いた部分はこの時刻表の緑の部分に相当します。この部分はもうクリアできていて、ここからはオレンジの部分。もう一度バスに乗り換えて一気に上高地を目指します。平日は隣のピンクの瓶を使ってくださいね。新島島駅を9時30分にバスが出発、小1時間かけて10時25分頃には大正池に到着です。ここから上高地を楽しむ流れは前回の動画でご紹介したものと同じになっています。かっぱ橋に向かって歩いていき、良いタイミングでランチをとってください。時間の許す限り明神池を目指して上高地バスターミナルに夕方には戻ってきましょう。さてここからは帰り道、行った道を反対になぞっていくだけなのですが、ワンポイント大事なポイントがあります。上高地から松本を目指す路線バスは全席が予約制です。大事なことなのでもう一度言いますよ。全席予約制ですので必ず事前のご予約をお忘れなく。帰り道は新島島、渚を経由して松本まで戻ってきたら楽しかった旅もおしまいです。今回ご紹介したモデルコースはこちらの URL で公開しています。概要欄にリンクがありますのでクリックしてみてくださいね。途中で出てきた時刻表も概要欄に URL を貼っていますので、後で確認してみてください。ということで今回は公共交通機関でお得に旅するモデルコースをテーマに上高地での過ごし方をご案内しました。次回からは
新しい特集がスタート。長野県の誇る宿場町、奈良井宿をご紹介します。こちら私も2020年に伺いましたが、ノスタルジックで独特な雰囲気を感じられる素晴らしいエリアとなっています。ぜひご覧ください。